はい、こんにちは、坂内です。暑いですね。もう本当に暑くて、皆さん、熱中症には気をつけましょう。ということで今日はですね、 LINE の基本中の基本、友達の追加方法を話してみたいと思います。若い人はね、そんなの知ってるというふうに言われると思うんですけども、私たちみたいなおじさんおばさんになるとですね、結構これ私聞かれるんですよね。それで今回動画にしました。友達追加の方法というのは、この目の前に友達がいる場合とですね、例えば友達がですね、北海道に行ってしまって、まあ、その北海道に行った友達とですね、LINE でつながる、友達を追加する方法ってちょっと違うと思うんですよね。それでまず目の前に友達がいる場合について話してみたいと思います。そのやり方としてはですね、この LINE を開きます。そしたらこのホームですね、をタップします。それで左上にですね、人のクラスっていうのがあると思います。これですね、ちょっと機種によって、こちらのですね、Android の方ですと一番左上ではなくてですね、そこからちょっと内側に入った部分にあります。でもそこら辺の部分に必ずこれあると思います。でそれをですね、タップします。それで、ここでですね、上の方に友達の追加方法っていうのが4つほどあるんですけども、まあ、招待、QR コード、フルフル、検索とあります。まあ、これフルフルってね、私たちみたいなおじさんとね、おばさんが2人でこんなフルフルってやっててもいいんですけども、ちょっとね、引いてしまうので、できればやっぱり QR コード、まあ、これが一番一般的に使われている方法じゃないかと思います。この QR コードをタップします。そうしますとですね、QR コードリーダー、というのが立ち上がります。これはその QR コードを読む機械というか、読む道具ですね、これが立ち上がります。それで、まず自分の方の QR コードをここに出してですね、相手に読んでもらうのがいいんじゃないかと思います。それで自分の方の QR コードをじゃあ出すねということで、この前の QR コードを押しますと、ここにですね、出てきたのが、これがですね、私の方の LINE の QR コードになります。でこれをですね、すぐ目の前にですね、相手の人にこの QR コードリーダーを出していただいて、こちらの方の QR コードをここに読んでいただくね。そうすると、こちらにですね、私の方の、LINE の方の情報というか、それがいきます。 そしたら今度逆にですね、今度こちらの方の QR コードを出して、こちらの方の QR コードリーダーで読んでもらう。そうすればですね、お互い、追加になりますね。私はですね、逆に、そうしないでですね、私の方の QR コードを出して相手に読んでいただいてですね、その後、こちらの方のですね、読んでもらった方には私の、LINE の情報がいきますので、そこでですね、じゃあ私の方にメッセージを送ってって言ってですね、もらうようにしてます。そしてですね、そのメッセージから相手をですね、友達として追加すればですね、追加、お互い追加できますという形で私はやってます。あとはですね、目の前に友達がいない場合、またあとしばらく会えないとかですね、遠くに行ってしまってとても会えないとかという場合はですね、それさっきのですね、ホームのところの人のですね、絵のプラスのマークを押します。それここでですね、招待っていうのを押します。でここでですね、 SMS とメールアドレスっていうのがあるんですけども、SMS というのはですね、いわゆるショートメッセージと言っていたものですね、140文字以内だったかな、それで送れたような気がします。まあ、それなので、要するに相手のですね、携帯の電話番号がこの中に入っていればですね、送れます。で、例えばこれをタップします。あとはですね、メールアドレス、例えばですね、ドコモのメールとか、au のメールとか、あとは G メールとかですね、Yahoo メールとか、どれでも大丈夫です。この iPhone の中にですね、それが登録してあれば使えます。じゃあ最初 SMS でやってみますね。 SMS をタップします。そうするとですね、ここにですね、ずっと名前が、この中に入っている住所が出てきます。それでこの中の携帯の電話番号ですね、で送るわけですから、これをタップします。それでこの招待をします。そうするとですね、SMS というのはですね、ちょっと通信料金が多少かかるんですね。ですからこういう警告が出てきます。これは OK で、そうしますとですね、これでですね、無料通話、無料メールアプリ、 LINE の招待が届いていますということで、これを送りますとですね、相手にこれが届いて、そしてですね、相手はこれでですね、私の方の LINE のですね、情報がですね、相手のスマホの中に入るという形になります。
これが SMS を使ったですね、方法ですね。もう一つの、例えばメールアドレスの方法、まあ、これも同じようにですね、この中の住所録がザーって出てくるんですけども、例えばですね、ここの人を招待という形で押します。そうするとですね、こういう形でですね、相手の方にですね、こういう内容のメールが行きます。これでですね、相手がですね、ここら辺の、リンクをタップしていただければですね、私の方と、LINE でつながることができます。はい、ということでですね、今日はですね、LINE の友達の追加方法をやっていました。この動画がいいと思いましたら、このいいねボタンとですね、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた、ありがとうございました。失礼します。